身幅肩幅はね、やっぱりフランス製の方がちょっと大きめに作られているような感じですね。まあちょっとね、ユニクロ強すぎるっていうのは正直思いました。皆さんこんにちは、カシカの経営勢です。今日ご紹介するのは、このシャツといえばこのブランド、ラコステをご紹介していきたいと思います。その前に一つ聞きたいんですが、皆さんポロシャツってどんなイメージを持ってますか？もしかしたら人によってはちょっとおじさん臭いとかおっちゃんとか、そんなイメージがあると思うんです。おそらくポロシャツというとゴルフのイメージが強くて、僕が子供の頃、父がねラコステのポロシャツを着てゴルフに行く姿を見た時に思わずダシッと思いました。決してディスってるわけではないんですが、まあこの年になってね、ラコステの魅力に気づいたので、今回はそのラコステの魅力をお話ししていければなと思います。今回の動画の流れとして、一つ目はまずラコステというブランドについて簡単にご紹介させていただきます。二つ目は定番の L121mm について詳しく解説していきます。三つ目は今回日本製とフランス製ご用意しましたので、そちらのね違いを詳しくお話ししていきます。四つ目は誰もが知っているユニクロのカロコポロシャツをご用意しましたので、詳しくね違いをお話ししていきたいと思います。では早速いきましょう。ではまずラコステについて簡単に説明していきます。ラコステは1933年に設立されたフランスのブランドになります。創設者の元テニスプレーヤーのルネ・ラコステさんが、テニスをするときにもっと体をね動きやすくできる服装はないかということで、定番の L122 というポロシャツを開発。胸元のワニのロゴはこのルネ・ラコステさんのニックネームということで、胸元のねワンポイントとして使われているということです。日本では株式会社ファブリカが取り扱っておりましたが、2015年に社名変更になりまして、現在はラコステジャパンが取り扱っております。もともとはねテニスウェアとして作られたんですけれども、快適さ通気性というものが高く評価されまして、設立から90年近く経った今でもスポーツやファッションとして世界から愛されているブランドです。そしてこの定番の L122 についてですね、詳しく説明していきます。今世の中に出ているポロシャツはこの L122 が元祖と言っても過言ではないです。このラコステの L122 が世界から愛されている理由を3つ挙げます。まず一つ目はこのシンプルなデザインですよね。定番のポロシャツではあるんですが、襟部分から前立て、あとは袖リブですねとワンポイント、クラシカルかつシンプルなデザインになってます。イメージとしてスポーティーだったりカジュアルっていうイメージがすごいあるんですけれども、ストリートだったりトラッドだったりビジネスカジュアルだったり何でも取り入れることができます。つまり汎用性が高いんですね。汎用性が高い分、流行だったりトレンドに左右されにくいということで、どんなスタイルでも合わせやすいっていうのが魅力かなと思います。他のポロシャツに比べてカラーバリエーションも豊富なので、そこも大きいですよね。そして二つ目は生地感。そもそもテニスウェアとして製造されていたので、簡単に破れないような作りにはなっています。生地はコットン 100% なんですけれども、コットン素材の中でも最高級の数秒コットンを使用しており、凹凸ができるカノカ編みを採用することによって通気性、伸縮性、着心地の良さを感じられます。型崩れがしにくい特徴も持っているので、長年使うことができる、つまり経年変化を楽しむことができる生地感はラコステならではなのかなと思います。そして3つ目はバランスのいい価格帯。ラコステの日本製の L1212 だと、定価は約14,000円、フランス製だと17,000円になります。確かにちょっと高いと思われる方も多いと思うんですけど、耐久性、着心地、経年変化をね楽しめるということであれば、決して高くはないかなと思います。デザインとしても、ワンポイントでね合わせやすいですし、特有のエイジングをポロシャツで味わえるとなると、個人的にはバランスのいい金額なのかなと思います。もっとね高くて質のいいものや、逆に安くて質の悪いというものもあるんですけれど、1着ないし2着は持っていても間違いはないのかなと思います。そしてこの定番の L1212、 日本製とフランス製があるんですけども、今回はこの赤がフランス製、白が日本製になっています。共にサイズは3表記となっておりまして、日本でいうと M サイズ相当に当てはまります。まず目立って違う部分はサイズ感。やはり日本人体型に合わせた日本製の方がだいぶねスリムになっています。サイズ表を見てもらうと分かるんですけれども、着丈、袖丈は大して変わらないんですが、身幅肩幅はねやっぱりフランス製の方がちょっと大きめに作られているような感じですね。生地に関してはフランス製の方がやや柔らかめで、日本製の方が若干張り感があるような感じです。今回の動画を作るにあたっていろいろ調べてみたんですが、日本製の方がちょっとね洗濯によって縮みやすいという情報もあったので、日本製のねサイズを選ぶときはちょっと大きめに着た方が縮んだときにジャストに合うようなイメージになるかと思います。でちょっと角度を変えてご紹介していきます。大きく変わりはないんですが、首元のタグとかちょっと変わっています。一番見て変わってるなと思ったのはこのワニの位置ですね。若干日本製の方が高いです。ここの前立ての下の方と比べてみると分かるんですけど、大体このボックスのちょっと上ぐらいで、こっちはちょっと下に並ぶまでいかないんですけどの位置についてます。これもユーズドなので一概には言えないんですけど、僕が一番その質感で違うなって思ったところが、この首元が結構フランス製だと柔らかいんですよ。ただ日本製だと結構パリッてしてる感があって、ちょっと動画ではなかなか伝わらないかもしれないんですけど、ここ結構違うのかなっていう感じがしてます。あともう一点は本当にわずかなんですけど、
ここの袖リブの長さがフランス製の方が長い感じがしています。このワニのロゴも違ってまして、本当にわずかなんですけれど、フランス製の方が太って見えるって言い方するとおかしいんですけど、なんかそんなイメージであります。日本の方が下顎のラインとか尻尾部分がちょっと細かったり、逆にフランス製はまあ上顎がしっかりと太めに作られていたり、あとはお腹の模様部分もなんか若干違うなっていう感じがあります。最終的にどちらがいいかっていうお話なんですけど、個人的にはフランス製をおすすめしたいです。まあ、僕自身こういう歴史あるブランドってどうしてもオリジナルというか元祖というかそういうものに愛着を湧いてしまうので、現代変化としてもフランス製の方はね楽しみやすいということもあったので、味を楽しみたい、素材を楽しみたい、まあブランドを楽しみたいっていうのであればフランス製をおすすめします。ただ先ほど見た通りフランス製の方が定価が高いです。中古相場としても日本製が約まあ3000円から4000円ぐらい、フランス製だとやっぱり5000円から6000円ぐらいしてしまうので、コストパフォーマンスを考えるなら日本製かなとも思います。まあ、決して日本製がねすごい質が悪いとかそういったことは全然ないので、ラコステっていうところで楽しみたいというのであれば日本製も全然ありかなと思います。まあどっちもねラコステに変わりはないんですけれども、まあ、サイズ感だけフランス製の方がちょっと大きいので購入するときは注意してください。そして最後にこのユニクロのポロシャツとちょっと比較してみたいと思います。で今回ご用意したのがライカのポロシャツ、定価がなんと1990円という超激安なお品物です。で素材はコットン 72% ポリエステル 28% が使用されております。でサイズに関しては M サイズをご用意いたしました。なので M サイズ33という形で一応全て M サイズとして比較していきたいと思います。形はほぼ変わらないんですけれども、まずこのワンポイントがユニクロの場合はついておりません。であとスリットが入ってるんですけど、スリットはユニクロの方がちょっと深くなっております。でまず伸縮性ですね、僕がちょっと感じたものになってしまうんですけれども、ポリエステル素材が入ってるのでユニクロの方がちょっと伸縮するかなと思ったんですが、そこまで変わりはないかなと思います。こちらは新品で買ったものなので比較がまた難しいんですけれども、中古のラコステの方が伸縮性はあるように感じます。だ正直そこまで変わらないかなっていう本当に誤差程度のものですね。通気性に関しては生地を透かしてみると若干ユニクロの方が奥側が見えるようなイメージがあったので、もしかしたら通気性はユニクロの方が高いかもしれないですね。サイズ感に関しては着丈、肩幅、袖丈はフランス製の L1212 とそこまで変わりはないんですが、ちょっと今年のこのドライカノコポロシャツが身幅がゆったりと作られてるっていうことで、去年一昨年とサイズが違うぞーっていうね、あまりよろしくないレビューを確認したんですけど、ちょっと去年一昨年のモデルは僕確認できてないので、今年のモデルを持ってる方だけが参考になってしまうんですが、身幅はだいぶ大きく作られています。まあ、ユニクロの M とラコステの差はそこまで大きく差はないのかなというイメージですね。で僕自身もちょっと3着着てみたんですが、着心地っていう面ではそこまでやっぱり変わりはないかなというイメージがあります。経年変化とかまではちょっと探れてないんですけれども、まあ、やっぱりコスパ強いなっていう感じしてます。これ購入したのが7月の頭だったんですけれど、その時1290円で買えたんですよ。まあ、ちょっとねユニクロ強すぎるっていうのは正直思いました。ただやっぱり経年変化という面ではラコステの方が強いかなと思うので、よし悪しにはなってしまうんですけど、毎年買い替えたいとかっていうのがあればやっぱりユニクロ強いなっていうふうに個人的にすごい思います。ただねやっぱりラコステも愛してほしいんですよ。このポロシャツの元祖と呼ばれているものでもありますし、ここから本当に全てが始まったと言っても過言ではないと思うので、まあどうしてもね定価を考えると安くてお得ではあるんですけど、フランス製のラコステも日本製のラコステもね、まあ個人的には愛してほしいかなと思います。ということで今回はこのラコステについてご紹介させていただきました。ラコステ自体歴史が長いブランドなので、このワニの色が違うとかワニの柄に文字が入ってるとかね、もっともっと深いんですよ。まあ、動画の関係上今回はお話ししませんが、この動画を見て俺も親父みたいにラコステ着てゴルフやろうかなって思った方がいれば嬉しいです。今回はこのラコステに焦点を当ててお話ししましたが、ポロシャツといえばこのブランドだみたいなのもねございましたらコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。このチャンネルクラシカではいい商品いいブランドをご紹介させていただきますので、この動画が良かったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。また買取クラシックという買取の店もやっておりまして、概要欄にホームページのリンクも載せておりますので、気になる方は覗いてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。 KJ でした。